はい、どうも皆さん、こんにちは、エセいこです。それでは今回なんですけども、楽天モバイル1 g w ンは無料、無制限で2980円の新プランがバグっているということで、今回は楽天モバイルの新料金プランについてですね、料金プランの発表会僕見てたんですけども、まあ、本当にね、すごいの一言に尽きるんですが、最初はですね、楽天モバイルの新料金プランの解説、その後に他社との比較もしていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回発表されたプランがこちらですね。楽天アニミ,ミット6ということで、まあ、衝撃だったのはここですよね。1GB までなんと0円というね、もう使ってなかったらお金がかからないという時代にもう突入するということですね。まあ、本当にこれはびっくりしました。 で、後ほどお伝えするんですけども、下の部分のどれだけ使っても無制限2980円ということで、これはこれでまたすごいんですよ。で、その詳細なんですけども、毎月使ったデータ分だけ支払うベストなスマホプランということなんですが、 ご自身がどれだけの通信料を使ったかによって、その月の料金っていうのは変わってくるっていうような仕組みになってます。結構これ気楽でいいですよね。まあ、どんなにたくさん使っても2980円で、全然使わなくても0円というね。で、早速左から見ていこうと思うんですけども、圧倒的にお得 1GB まで0円ということですね。ま、例えば普段からね、もう電話だけしかしないっていう方であれば、もうこのプランが一番最適なのかなと思います。 1GB も使わないっていう方も世の中に結構いらっしゃるのかなと思いまして、まあそれを考えると結構これすごいですよね。で、2回戦目以降利用される方に関しては 0GB から 3GB までの980円ということですので、まあ僕の場合は今現在1台ですね。楽天アリミット契約してるんですけども、もう一つ持ってるワインボイルを例えば楽天アリミットに切り替えた場合、そしたらこれに該当するのかなというふうに思います。 で、次は 3GB まで980円と。まあ、結構ここら辺で収まる人も結構多そうですよね。で、20GB 使ってもなんと1980円なんですよね。これもえぐい。で、なんといってもここですよね。20GB を超えてもどれだけ使っても月に2980円なんですよね。まあ、格好書きにも出てる通り税込みで3278円ということになります。50GB でも 100GB でも無制限っていう。これとんでもないですよね。 で、一応ですね、これは 4G プラス 5G も該当するということで、まだね、楽天モバイルの 5G は一部地域のみ、まだ北海道、埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県しか対応してないんですけども、こういったところでも 20GB 超えても2980円という衝撃の料金となっております。 で、ちょっと先ほどお伝えしたように、まあ、楽天リンクのアプリを使ったらね、国内通話が基本的にはかけ放題でお電話することができます。僕もね、今現在ワインモバイルとプラス楽天モバイルの、まあこちら楽天ミニの端末なんですが、まあ、テザリングであったりとか、この楽天リンクを使って何かしら問い合わせとかするときに使うことが多いので結構重宝してます。 ま、今回ですね、この楽天アンリミット5というものから楽天アンリミット6になるんですけども、まあ、これまで発表されてた料金っていうのが、アンリミット6の方は2980円。そして、2021年の4月1日より、まあ、自動的にアップグレードされるということになるんで、特別なんか、今契約されてる方に関したら、何かこう、手続きとかする必要はないという風におっしゃってました。これめちゃくちゃいいですよね。なので、僕が今現在所有してる楽天ミニに関しても、まあ、基本的に全然使わないので、通信料に関しては特に。なのでず トレ0円で、も持つこととがでできるとでそれ以外の特典もちゃんとついたままアップグレードされるので、もう本当にすごいの一言につきますね。 で、さらにですね、まあ、普段から楽天経済圏利用されている方であれば、SPU、スーパーポイントアッププログラムですかね。こちらも、プラス1倍のままついてくるということですので、もう、ただただ、全体を見ても、もう、良くなるということしかないですよね。いや、本当冷静に考えて、楽天モバイル使ってないでも、本当に契約して持ってるだけで SPU プラス1倍ってやばっていうふうに思いました。で、早速、ここからなんですけども、三大キャリアの新プランに、 さらに、そこにですね、楽天モバイルを加えて、早速、比較をしてみたいと思います。まあ、ご覧の通り、左から、ッハもソフトバンクオンライン、そして、ポーボー、楽天モバイルで並べてみました。まず、通信料金なんですけども、2980円、2980円、そして、ポボーに関しては2480円で、楽天モバイルに関しては0円から2980円ということになっております。 ま、これを見た感じはね、もう0円って書いてる楽天モバイルが一番安く見えるんですけども、ポポの2480円も結構。ちなみに楽天モバイルに関しては先ほどもお伝えしたように、使わなかったらもう0円。1GB 未満ですね。で、たくさん使いすぎても2980円までということになっております。続きましてデータ容量なんですけども、アハモに関しては 20GB、ソフトバンクオンラインに関しては 20GB、プラス、LINE が無制限で使うことができます。トークと通話に限ります。 ポポに関しては 20GB。そして、楽天モバイルに関しては、楽天の回線エリアであれば無制限で使うことができます。で、パートナー回線、au 回線に関しては 5GB までとなっております。まあ、ここ最近ね、結構この楽天エリアに関してはすっごく広くなってきつつありますね。で、次にデータ容量超過時、通信速度なんですけども、こちら4社とも 1Mbps ということですので、通信制限がかかっても比較的 YouTube がギリギリ見れるかなという感じで捉えていただいてもいいと思います。 次に通話料なんですけども、アハモに関しては5分以内であれば無料。ソフトバンクオンラインに関しては5分以内で無料。で、ポポに関しては無料通話というのは特にないんですけども、もしお電話する際は30秒ごとに20円かかります。で、楽天モバイルに関しては、楽天リンクっていうアプリを使ったら無制限で通話することができます。ちなみに国内通話ですね。 続きまして 5G なんですけども、4社とも対応ということで、一応 p o o に関しては2021年の夏から導入されるというような予定となっております。で、楽天モバイルに関しては先ほどもお伝えしたように、一部の地域でしかまだ使えてはないですね。 で、通信速度なんですけども、まあ、アハモに関してはドコモ回線を使うからまあ、速いと。そしてソフトバンクオンラインに関してはソフトバンク回線を使うので結構速いと。そしてポポに関しても au 回線を使うからまあ、速いと。そして楽天モバイルなんですけども、これは住んでる地域によって結構変わるのですけども、今僕が住んでる地域であれば、 もう最近ですね、楽天のエリアになりつつあるような状況だったので、一応丸にさせていただきました。で、パートナー回線の au 回線も、まあまあ普通に使えるので、一応丸ということにさせていただきました。で、掛け放題オプションなんですけども、アーハモに関しては1000円でつけることができます。で、ソフトバンクオンラインに関しても1000円でつけることができます。で、ポポなんですけども、 月に500円支払うことで5分のかけ放題ができます。そして月に1500円をつけたら普通のかけ放題ができるということですね。なのでもしこの5分のかけ放題のオプションをつけた場合は上の2480円に500円が加わるので、そしたら4社とも同じ料金となります。なので普段からね、電話は特にしないよっていう方からすると魅力的なプランの一つですよね。続きましてこちらですね。まず E シムなんですけども、アハも以外に関しては対応してます。 で、契約事務手数料なんですけども、アハ元楽天モバイルは0円と。で、ソフトバンクオンラインとポポに関してはまだ情報は出てなさそうな感じでしたね。で、MLP の転出手数料に関しては、ソフトバンクオンラインに関しては出てはなかったんですが、それ以外に関しては0円と。で、契約場所なんですけども、まあ、4社ともオンラインで契約することができるんですが、楽天モバイルに関しては店舗で契約することができます。まあ、今日のね、発表会でも結構ね、三木谷さんも店舗で 契約してもらうこともね、かなり押してたので、ここに関しては、本当に楽天モバイルの強みかなというふうにも思いますね。で、ポイント付与に関しては、アハモに関しては1000円で10ポイントの D ポイントが付与されます。楽天モバイルに関しては100円で1ポイントの楽天ポイントが付与されます。 で、ちょっとこれ後ほどお伝えするんですけども、まあ、ソフトバンクオンラインは特に出てなかったんですが、まあ、特典みたいな感じでペ、PayPay イペイボーナスが付与されるみたいなことがあったので、ここは LINE ポイントじゃないのでっていうふうに僕はちょっと思いましたね。で、キャリアメールなんですけども、アハモとソフトバンクオンラインとポポに関してはないんですが、楽天モバイルに関しては、なんと2021年の夏頃からですね、キャリアメールがスタートするみたいです。そして、ここですね。 主な特徴特典ということなんですが、まずアハモに関しては先行エントリーすることによって D ポイントが3000ポイント期間用途限定としてもらうことができます。で、続きまして先ほどちょっとお伝えしたんですが、ソフトバンクオンラインに関しては LINE ギガノーカウントプラス先行エントリーをすることによってペイピョボーナスが3000円相当もらえるというキャンペーンを今行っております。まあ、ちょっとここに関しては本当 LINE ポイントじゃなかったのが意外でしたね。 で、ポポに関しては特典みたいなのは出てなかったんですけども、特徴の一つとして、まあトッピング機能というんですかね。オプションみたいなものは、まあ簡単につけたり外したりすることができますよということが発表されております。そして、楽天モバイルの特典なんですけども、まあここがすごいんですよ、本当 まず、今現在、楽天モバイルを契約することによって7000ポイントがもらえます。期間限定ポイントになるんですけども、他にも通信料金が1年間無料で使うことができたりとか、まあ、それがこちらなんですけども、最大27000ポイント還元キャンペーンということで、一応ですね、今2月2日火曜日8時59分までということで出ております。まあ、これが結構すごくてですね。まず、楽天アリミとトこれ5になるんですけども、これを今申し込むことで、誰でも7000円のポイントがもらうことができます。しかも iPhone などお持ちのスマホでも OK です。 ということですのでまあ、ここがまた大きいですよね申し込む時の事務手数料も0円になったりとかあとですねスマートフォンの本体も一緒に購入すると最大2万円相当分のポイント還元も受けることができますなので今のうちにこの楽天アルミット5の特典を申し込んでおいてでそこから4月1日以降自動的にアップグレードされるので現時点で申し込む価値はかなりあるのかなというふうに思いますで先ほどもちょっとお伝えしたように もし契約した場合、まあ、プラン料金1年間無料であったりとか、5G の通信が使えたりとか、で、楽天リンクのアプリを使ってお電話することによって国内通話が無料になったりとか、まあ、この動画では全部が全部お伝えできてはないんですけども、まあまあ、かなり魅力はあります。なのでね、僕自身結構ね、今回こういった比較表を作りながら思ったのは、結構、 こうガチでワイモバイルからもう乗り換えようかなっていう風に思っておりますまあ2代目になるんですけどもそれだけ今回発表されて結構揺らいでるとこではありますまあいろいろね回線のエリアであったりとかあと自宅がソフトバンク光っていうのもあるのでまあそれも踏まえた上で乗り換えようかちょっと本気で検討してるとこではありますまあそんなこんなで今回はね楽天アリミット6楽天モバイルの新プランについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました まあまだこの動画をアップしている1月29日現時点では他の三大キャリアのプランに関しての詳細がいまいちまだ出てないとこではあったりするのでまだ様子を見てみたいなっていう方は全然見てもいいのかなというふうに思いますですけどね先ほどのお伝えしたまだまだキャンペーンもあったりするので今のうちに楽天モバイルに乗り換えを検討されている方いらっしゃいましたらですね下の概要欄に今回のリンク貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の 動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました